ば呪老人は二人とも長寿の神様なんだって。今回はね、リンちゃんが呪老人の衣装で、私が福禄寿の衣装なんだ。福禄寿は幸せの神様でもあるって聞いたけど、幸せを人に授けるってすごい神様だよね。幸せを独り占めするんじゃなくて、たくさんの人に授ける神様だから、神様の中でも特にすごい神様のような感じがします。もしかしたら幸せを願った人たちが無事幸せになりましたってお礼参りに行くことで、神様も幸せな気持ちになってるのかも。あっ、私今分かっちゃいました。幸せって映るんじゃないかな。隣の人が幸せになったら自分も幸せだし、その隣の人も幸せになったら、さらにその隣の人も幸せになるよね。私はスクールアイドルのイベントで頑張ってる子たちを応援してる時に幸せな気持ちになるんだ。もちろん自分がパフォーマンスをしてる時も幸せだよ。私たちを見てくれた人も幸せな気持ちになってくれるといいな。神様みたいにすごい幸せもあげられないと思うけど、少しずつ幸せを発信できるようなスクールアイドルになれるように練習頑張ります。感謝の気持ちを届けたいから、君には何度でもありがとうって言わせて。